8月2日、杉野陽介27、主演の連続ドラマ、バラカモン、フジテレビ系の第4話が放送された。本作は杉野にとって g t 対連続ドラマ初主演作だが、視聴率はかんばしくないという。第4話は世帯視聴率5.0%、個人視聴率2.8%、関東地区ビデオリサーチ調べ。第3話、 7月26日放送、の世帯5.3%、個人3.1%を下回る最低視聴率を更新してしまいました。各局が重視している13から49歳を対象にしたコア視聴率も、第3話は1.6%。裏番組が超強力な水曜日のダウンタウン、TBS 系、似たタイプのイケメン俳優である赤楚衛二さん、29。 が主演を務めるこっち向いて読むかいくん日本テレビ系であることも影響しているとは思われますがかなり厳しい数字ですね制作会社関係者ちなみに同じくフジテレビで放送されている森七二21主演の月級ドラマ「真夏のシンデレラ」は同週7月24日放送の第3話の世帯視聴率が5.4%と低調に見えるが 小足率はは2.9%で、実は意外と取れている。バラカモンは批判の声も多くトンチキドラマとも称されている「真夏のシンデレラ」の半分ほどしか取れていないんですバラカモンの小ア視聴率は7月クールドラマで最低クラス若い層がほぼ見ていないということですから杉野さんにとっては歯がゆいでしょうね全道。 初主演 GP レンドらが絶不調そんな状況で、主演の杉野についても不穏な話が聞こえてきているという。芸能プロ関係者は話す。杉野さんには、以前からマネジャーが頻繁に変わり定着しない。という話がありましたが、中心で仕事を仕切っていたチーフでさえ移動しているというんです。俳優はこだわりが強い人が多いため、相性の合わないマネジャーが変わるのはよくある話。 七尾おさん34や田中みなみさん36など事務所の看板級女性タレントではそういう話をよく聞きます特に七尾おさんは約8年で13人交代し2017年に十4人目に突入したという話が報じられたこともありましたね杉野は近年の若手でも気まじめな性格であると言われている千二十二年四月一日に登壇した 2022年サマンサタバサジャパンリミテッド入社式。では、こんな人と一緒に仕事がしたいというのはありますかと聞かれると、真面目な人と即答。自分は結構真面目なんですよ。意識を持って一緒にやっている人は、僕からするといいものを作れるなという実感があります。同じ方向を向いているだけで嬉しく思いますし、それだけで仕事をやっている意味があると思います。 何事も一生懸命に毎日を必死に生きている人と何かを作り上げていきたいというのは日々思っています。と話していたこともある仕事に対する思いが強いだけに仕事における細かいこと日々のディテールにも強いこだわりがあるのではないでしょうかただ七尾さんや田中さんと違い杉野さんはまだ若いし 今回はゴールデンプライム対初主演連続ドラマという絶対に外せない仕事を抱えています。ましてやそのドラマの数字は不調、彼にかかるプレッシャーは今、相当きついでしょうね、全道。バラカモンの撮影について泣きそうになったり、怒ったり、良い意味でこれがすり減るということなんだな、と感じています。でも、充実感があって楽しいです、と7月12日公開の ウェブザテレビジョンで話していた杉野。ここが勝負どころなのは間違いなさそうだ。現実で視聴率が低いバラカモン。劇中では主人公がスランプに陥ってしまっている。悲しいシンクロ演奏である。